次の世で会おうね。5月18日歌舞伎俳優の市川猿之助が父市川段四郎さん夫妻と共に自宅で倒れているのが発見され病院に搬送された一命を取り留めた猿之助がキャンバスに書き残していたのが舞台で共演した俳優40代に宛てた冒頭の文言だという 猿之助は19日に退院したが男四郎さんと母喜熨斗信子は死亡が確認された両親の死因は司法解剖で向精神薬中毒と判明しました猿之助さんは警察の事情聴取に死んで生まれ変わろうと家族で話し合い両親が睡眠薬を飲んだと話しています 猿之助さんの自宅には処方された睡眠導入剤ハルシオンが大量にありました両親はそれを飲んだようです一家で心中を図ったのでしょう自宅には複数の遺書が残されていた猿之助さんによる前述の共演者への書き置きのほかその男性に自分の遺産を相続させたい胸の遺書もあったといいます また男子郎さんも遺書を残しておりそこにも相続について書かれていたようです事件当日が発売日だった「女性セブンが」が猿之助のセクハラパワハラ疑惑を報じていた舞台で共演した役者や劇場スタッフに役や仕事を盾に過剰な性的スキンシップを求めていたという 記事が出ると知った猿之助さんは、明治座で公演中だった主演舞台の関係者に謝罪あんしていました顔面蒼白で頭を下げたといい、かなり報道を気に病んでいる様子でした母・信子さんはプライドの高い方で、息子の不祥事で一生、世間から後ろ指を刺されることに耐えられなかったのかもしれません。一方 報じられた猿之助の「乱行」についてかねてから心配していましたと語るのはテレビ局関係者だ酒さえ入らなければこんなにいい役者さんはいないんですが2020年猿之助さんは大ヒットドラマ「半沢直樹」t b s 系、に出演し注目を集めました劇中で酒井雅人さんを追い詰めた「わびろ」というセリフは「 彼の鉄板ネタ。銀座や六本木の高級クラブで披露しては女性たちに大受けして本人もご満悦でしたしかし最近ではドラマを見ていない若い女性も増えてきて「酔いの回った彼は露骨に不機嫌になり部屋にテレビ置いてないなんて貧乏なの」「君の親は水商売をしていることを知っているの」などと必要に女性に問い詰めて ハハラハラさせられることも多かったですだがこの程度ならば首席ではよくあること一段とひどくなったのがコロナ禍に突入してからだったという松竹の関係者が語る大っぴらに飲み歩けなくなり身内の歌舞伎仲間と人目をはばかり高級ホテルの部屋を借り切って宴会を開くようになりましたそれがストレスだったのか 次第に過激な会になっていったのです猿之助さんはいわゆる「キスマ」で「ヨウとすごく距離が近くなる」「女性セブン」で報じられたような濃厚接触が度重なりご本人に直接苦言を呈したこともありましたそんな猿之助をここ数年支えてきたのがいとこにあたる香川照之57だった 今、誰よりも打ちひしがれているのは香川さんでしょう事件の一報を聞いて号泣したと聞いています猿之助さんが2007年に NHK 大河ドラマ「風林火山」でテレビドラマに初出演した際には香川さんがいとこの亀次郎当時およろしくと挨拶回りをしていました一方香川さんが市川中車を名乗って歌舞伎に挑戦した際に サポートしたのが円之助さん。2人の関係はいわば盟友です香川さんが2022年の性加害問題から歌舞伎界に復帰できたのも猿之助さんの尽力があってこそ猿之助さんが歌舞伎界を離れることになれば他に後ろ盾のない香川さんが今後も歌舞伎役者として活動するのは絶望的でしょう今回の事件を悲しむのは 香川だけではない別の歌舞伎関係者は「猿之助さんがいなくなれば穴は大きい」と嘆く演出も主演もできて脚本まで書けるのは「リエでは猿之助さんだけ猿王、翁王三代目市川猿之助も脚本までは書きませんでしたから昨今は「ワンピース歌舞伎」で主役を務めるなど。 歌舞伎人気を支えてきました「女性セブン」では若手役者へのハラスメントを告発された猿之助「リエン」ではすでに告発した「犯人捜し」は終わっています猿之助さんに切り捨てられて恨みを抱えた関係者の腹いせとも「前室」「歌舞伎関係者」という。 昼の部が始まったばかりの歌舞伎座に事件の第一報が届くと「ざまあみろ」と言い放った役者が「いるとかいない」とか猿之助さんの不損なところを嫌っていた人も多いのですだがその一方で高価な服を買えばすぐにお下がりとして後輩に譲るなど面倒見の良さでも知られていた猿之助さんがこのまま表舞台から身を引くことになったらと 可愛がられていた後輩連中は裏方でもいいから猿之助さんを歌舞伎界に復帰させてほしいという嘆願書を集めて松竹に提出しようと話し合っていますよこのまま退場させるにはあまりにも惜しい人材だからです実際猿之助の量刑はどのように考えられているのか前出の社会部記者が語る 一家で話し合って心中したということになれば、死刑もありうる殺人罪ではなく、せいぜい自殺ほ助や承諾殺人での立件になるとみられます。若狭勝弁護士もこう話す、承諾殺人罪ならば、被害者が2人でも量刑は懲役10年程度、自殺ほ助罪なら7年ほどでしょう。 両親が自殺し、それをはかなんだ猿之助さんが、後追い自殺を図ったということになれば、罪に問われない可能性もあります。その言葉通り、猿之助の主演舞台は、香川照之の息子、市川断子断子と、若手俳優の中村隼人、隼人が代役を務めて続けられると発表された。 一度は自ら死を選んだ猿之助が舞台に戻る日は来るのか以下はネチズンのコメントをまとめたものですすでに告発した「犯人探し」は終わっています猿之助さんに切り捨てられて恨みを抱えた関係者の腹瀬とも前室歌舞伎関係者ハラスメントの告発した人を犯人扱いですか この歌舞伎関係者がどの程度の関係者なのか存じませんが、リエンはハラスメントされても被害者は泣き寝入りするのが当たり前な世界なんでしょうね、何か事実と噂を織り交ぜることで全て真実のように見せようとしてる記事だなと感じました歌舞伎役者のハラスメント、特に酒の席での集待があった人は何人も顔が浮かび、リエンの体質も変えなければいけないと思います。 一方週刊誌が「有名人だから何を言ってもいい」「関係者の話といえば何を言ってもいい」「事実でなくても大して責任も取らなくていい」と「あることないこと好き勝手に書くのはハラスメントと同類のものとして扱われなくていいのでしょうか」「有名人だろうが傷つく心はありますよね」「芸能人がハラスメントを行えば個人として一定期間仕事を失いますが」 週刊誌は慰謝料よりも売り上げが上がるだけだし個人の記者が仕事を失うようなリスクもありませんハラスメントはやめようという今の時代の感覚に合っていないのは歌舞伎界だけではないですよね